うん、まあこの子がね、まあ、元気になればこんなもん安いもんですよ。ただですね、チャンネル登録してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。どうもキャミです。こちらはアクアリウムバスでお迎えしたミシシッピアカミミガメアルティメットパラドックスの子になります。この子ですね、ちょっとツイッターでも ねちょこちょこ言ってたんですけども、ちょっと元気がなくて、ちょっと1週間ぐらい様子を見てみたんですけども、まあうんちはしてたけど、まあご飯を食べる様子が全くなくて、でまあツイッターでねアドバイスいただきまして、まあヒーターの方をね、まあ26度固定のものから30度のものに変えまして、まあ30度ね、設定できるものですね、30度に。今29度になっちゃってるんですけども、こっちに変えてちょっと今様子を見てたんですけども、ちょっと一向にちょっと元気にならないので、ちょっと今日これから動物病院に連れて行きたいと思います。本当に動かなくて、なんか本当に数センチしか動かないっていう感じですね。場所も移動せずに、うん、ちょっと心配ですね。まあ早速ね、動物病院に連れて行く準備をしていきたいと思います。はい、用意したのはねこちらですね。まあ100均に売ってたプラケース、こちらを買ってきました。まあね、ちょっとちっちゃいかなと思ったんですけども、まあよくね、まあ、お迎えする際あんまり大きいケースにね入れてないんでね、まあ多分小さいケースの方がこういう運搬の時にいいんだろうってことでね、こちら用意させていただきました。でこの中にですね、まあキッチンペーパー入れて、まあこんな感じですかね。で、ここにですね、あとは、よいしょ、これを、まあ、霧吹きとかで湿らせて、まあ、がっつり湿らせたらちょっとね、あれなんかですね、で、軽く湿らせて、この中に、これ、伊勢と、ごめんね、この子を入れて、伊勢と思います。よいしょ。はい、これ、伊勢と。というわけでね、はい、これから病院に行ってきます。はい、ただいま動物病院から帰ってきました。結果から言うと何でもないです。まあおそらくストレスだろうということで、まあレントゲンも撮ってもらいましたし、あとはまあ寄生虫検査もしてもらって、で、あとはまあ点滴ですね、こちらをやって、食欲増進のための点滴ですね、こちらをやってもらいました。もうね、今はもう多分結構なストレスになってると思うんで、病院が、まあとりあえずね、何もせずこのままゆっくり過ごしてもらおうかと思っています。でね、こちら診療費なんですが、まずですね、初診料2,000円、レントゲン検査3枚、7,500円でね、まあ糞便検査2種類ですね。それぞれ1,500円、合わせて3,000円ですね。で、あとはまあ点滴、こちらは2,000円と3,000円。あとはね、皮下保液内液剤、まあ薬ですね。まあこちらが300円。で、消費税がかかりまして、全部の合計、16,280円かかりました。16,280円ですよ。すごいな。明細が、診療費の明細がですね、まあ、こんな感じです。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 ね、皆さんもね、動物病院の出てきた際の、参考にしてください。またね、まあ、カメでも入れる保険っていうのもあるみたいなんでね、そちらを使ってみるのもいいかもしれないですね。うん、まあこの子がね、まあ、元気になればこんなもん安いもんですよ。ただですね、チャンネル登録してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。収益化したいです。はい、というわけでですね、まあこの子のね元気な様子またお届けできるようになね
なると思うんでね、そしたらまた動画を出していきますんで、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。